カラスの皆さんです。チームコンセプトはよさこいでなく、結果をつかみ取ることを最大の目標とし、そこから得られる感動を求め活動しています。見たことない、聞いたことない、面白さにこだわったカラスの演舞から何かを感じていただけたら幸いです。それではよろしくお願いします。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。千葉県は千葉市より参りましたカリスマやさこいチームカラスでございます。銚子にお住まいのカラスファンの皆さん、3年お待たせいたしました。2019年3年ぶりの開催、誠におめでとうございます。2019年は我々関東賞を頂戴いたしました。ありがとうございます。ですが YouTube 見てみてください。関東賞という名の演舞内容的にはほぼ大賞演舞だったと私の記憶しております。ありがとうございます。前回3年前の我々をご覧になっていない方々、こいつは何をおっしゃってるんだろうというふうに感じると思います。これからの4分半で見せますよ。皆さんお手手が寒うございます。我々と一緒に手拍子して楽しんで温まってください。今日一日お付き合いどうぞよろしくお願いします。3, 2, 1.